がとう。よしよし、ちょっと目薬をさしたい。バタバタ。誰だこれは。カツオさんかな。タワーを投げようとしているよね。結婚してタワーを投げようとしていますよね今。ちょっと目薬さします。いった。こんばんは。ふくちゃん短冊ありがとう。リップの色よきよく気づきましたね。いつもと違うのを塗っていると。これでも味がするからね。ちょっとそれが気になる。ベニちゃん青短冊ありがとう。そうよ、目薬を横から刺すよ。なぜかと言いますと、ショールームでこっからの顔を晒すわけにはいかないので、もう意地でも横から刺します。なんかベリーみたいな味がする。なんかね、クセ強のベリーって感じがします。あっちゃさんありがとう。スケモンさんバルありがとう。カズノシンさん馬ありがとう。この馬ちゃんともお別れだわ今日で。部屋の掃除を今日はしてました。よいしょよいしょ。としさん青短冊ありがとう。タワーのお礼書く。アミカンさんラブレターありがとう。今日はね、ずっと気になっていたアイスを食べました。ハーゲンダッツのバタークリームケーキみたいなやつ。違う、きなこバタークリームケーキ気になってて。でもハーゲンダッツはちょっと高級じゃないですか。だからね、どうしようかなと思ったけど、スーパーで目があったので買いました。クックさんアイスありがとう。いっちゃんお断りです。前回部屋の掃除したのは2日前とかかな。でも毎日何かしら掃除してます。チョコミント大人だね。大人やな。結婚してたわ。風が強い気がする。もっと強くなっちゃった。こんぐらい。こんぐらいです。今日の目標は早く寝ること。絶対無理やけど早く寝ることが目標。一応目標は持っとく。めちゃめちゃ気持ち悪いクマが誕生しそう。やばいやばいかもです。他の部屋に遊びに行かないの。今日ソルハさん帰省中だから。ソルハさんはいないよ。昨日も一昨日もいないよ。
こんばんは。うん、ちょっとやばいクマ生まれちゃった。ね、なんでいないの？早く帰ってこい。でも実家でゆっくりしてきてほしい。そうよ、今日はなんかおしゃれしてましたね。お姉さんしてたね。私の昼配信が終わった瞬間始まったから見に行ったんですよ。そしたらね、生誕祭の練習してました。生誕祭のスピーチの練習してた。今日は来てくれてありがとうございますとか言ってました。キショキショのクマが誕生するから、このように。ああ、また私は変なものを世に生み出してしまったわ。クレヨンで緩和させよう。ああ、何公演でやるんだろうね。花誰かな、マイカーかな。でもソルハさんのセンター曲さ、鼻だれあるからさ、船降り鼻だれかな、出たいな。え、去年の1月から絶対にお手紙パシェだよって言われて、で去年は書く気満々で待機してたら沖さんだったからズコーってなりました。違うん書いてな。だから期待せんどく。こんばんは。私の予想はおみちゅさんか、ひなのけかくん第2弾、お父さんから第2弾。かくんを生誕祭で読まれた過去があるらしいです。じゃーん、タワーありがとうございます。キショキショクマが誕生してしまいましたね。やばい、なんかさ、ちょっとなびいちゃったからさ、足かこうと思ったらなんかガニ股になってしまって、すごいなんかふんどしを履こうとしてるクマみたいになっちゃって、ちょっと気まずいです。お断りふんどしのクマです。ありがとうございます。グッズ化希望？誰が買うん、こんな。ありがとう。ありがとうございます。ちょっと気持ち悪いので速攻で封印します。いや、コンプライアンスやばいかも。取り締まってもらおうかな。起きた。安心してください。履いてますよ。ポキポキ。最近は沖さんと平成トークをするのにハマってて、今日はね、なんかね、プリキュアの初代の変身のさ、コミューンみたいなやつ、コミューンみたいなやつ知ってますか？なんか携帯みたいな、ガラケーみたいなやつで変身するんよね、初代のプリキュアの。それの話をした。ペスコシダさん、馬ありがとうございます。馬、そう、20周年なの、プリキュア。20年前は6歳、私6歳。そう、たまごっちとか、たまごっちのガチャガチャがね、どこにもなくて、たまごっちのガチャガチャしましょうよってこの前さ言ってたんだけど、いけなくて。カズノシンさん、流れ星ありがとう。
Could I eat you up?あとラブ&ベリーね、世代だからね私たち。あとお邪魔女ドレミね、推しメンと年が近いとさ、なんかそうやってさ平成トークができるからね、変な感じ。おみかんさん短冊ありがとう。マックスハートプリキュアプリキュア、そうじゃん確かに。ココアさん、ココアさんとかソラハさん生まれたの、プリキュアとともに。すごいね、若いね。プリキュアプリキュアプリキュア、こんばんは。どうして今このぬいぐるみを持っているかというと、あのね、ショールームお道具箱の上にこれを乗っけてるからタワーを描いたのでこれを持っていました。収納します。あのね、聞いてくださいよ、アクスターコーナーが充実しました。見てほしいな、みんなに見せびらかしたいな。あ、でも今充電ないんだよね。どう見せびらかしたいな、いけるかな。アクスタコーナーをこっちにした。じゃーん、じゃんじゃじゃん、パセとアクスタちゃん、アクスタここです。はい、アクスタコーナー。ちょっとこの1個、大きさん行方不明になっちゃって、あれ見えますか。1個さ、この大きさん行方不明なんですよ。アクスタコーナーを作りました。パセ、オキさん、駒田さん、パセ、こちらショハタン、ノイミ永田しおりさん、ノイミ永田しおりさん、行方不明のオキさん、あーなんか見えてるか、見えてる、ちゃんと。こんばんは。そう、ダウンを買ったの。あー落っこちちゃった。これお父さんにちっちゃい時買ってもらったぬいぐるみ飾ってる。これじゃーん、じゃんじゃんじゃん。はい、以上です。クローゼットが見えた。クローゼットは開封中です。なぜかというとクローゼットが狭すぎて閉まらないからです。閉まらないのです。困ったことに。掃除中、ただいま収納します。そうなの、コスプレでね、いっぱいいっぱいなんですよ。困ったよね。収納頑張る。そう、永田しおりさんはのやつは今2個飾ってたけど、未開封のも2個ある。自分でね、この前ライブの時に広島会場で水色のやつ買ったの、お気に入りです。圧縮してる、冬服圧縮してます。コスプレがね、握手会じゃなかった、お話し会できるコスプレがすごい多くて、いつ着るか分かんないから、そう場所取ってる。困ったね。チアあるよ、この前着たやつ。チアセーラーばっかりある。まだ着てないやつはないかも、全部着た気がする。
デイリーチコ行ってきたよ。見た、ツイッター見た、パセリあのね見た、羨ましいと思ったアイスを買いに行きました。クロさん花束ありがとう。オズさんアイス10個ありがとう。ヒデアスミさんバラありがとう。そう、いっぱいあるのよ。困っています。アクスタ大量に増えて困ってる。え、あれおすすめだよ。100円ショップであの段々買えるよ。ひな壇みたいなやつ買えるよ。おすすめよ。さっき私も買ってきたの。掃除ついでに買い物行って買った。おすすめ。あ、デーツのやつ買ったんですか。うらやましい。デーツのやつ私まだ食べたことないよね。木小林さんハットありがとう。アクスタ確かに困るよね、保管方法。なんかさ、ケースに入れてる人もいるよね。パカッて開くケース、100均かな。それもゆうたくんお断りです。お断り。小分けの売ってた。空港だったらあるのか。この前駅行ったけど箱しか見つけられなかった。ゆうたくんレインボースターありがとう。100円ショップ D ですか S? D です。ダイソーです。おみかんさんアイスありがとう。ダイソーちゃんです。ダイソーのなんかおたかつグッズっていうコーナーにありました。おたかつグッズコーナーがあって、缶バッジケースとなんかカードを立てかけるやつとなんかめっちゃあったんよ。そのコーナーにあったよ。おすすめ。ダイソー。今度さ、ショールームでさ、うちわ作りしたい。尾崎せりかちゃんのうちわ作りたい。尾崎せりかちゃんのうちわか、沖優香さんのうちわか、信濃空葉さんのうちわ作りをしたい。なんかさ、この前ね、あの他のメンバーのファンの方がめっちゃ可愛いうちわを作ってて、女の子だったんですけど、超可愛いね、デコデコのうちわ作ってて、うわー楽しそうと思ったから、私も5年ぶりぐらいに作りたいと思って。 STU 入る前はね、 HKT さんの公演行く時とかに作ってました。あと SKE のチーム S のツアーが佐賀に来たんよ。その時に宮沢沙絵さん作って持ってった。やりたい。でもね、印刷するやつないよ、私のうち。困っている。クロさんレインボースター10個ありがとう。作ったうちわはこの前処分しちゃった。つい数ヶ月前に処分されました。悲しい。でもね、何かしらある気がする。ちょっと今度見せるね。私ね、収納が家に少なすぎてキャリーバッグの中に全部入れてるんですよ。だから今キャリーバッグを開けなきゃいけないから、また今度覚えてたら、思い出したら見せます。コンビニプリントね、確かにそうだね。作りたい。キラキラのシールとか貼って可愛くデコって、大きさにしようかな。どうしようかな。ソちゃんにしようかね。ソが二十歳だから、二十歳のうちは、二十歳おめでとう。うちはモールとかつけないよ、そういうやつじゃない。なんか可愛い、なんか最近の今時の感じです。モールとかじゃない系の、あのね、100円ショップとかにあるんですよ、キラキラのシール。キラキラってか、なんて言うんだろうね。ちょっと私がね、よくね買ったりするんやけど、うん、あるかな。なんか
かわいいね。ストーンみたいな、そうストーン、ストーン、ストーンみたいなシールがねあるんですよ。ちょっと待ってて、閉まってる。こういうのとか、こういうこういうキラキラみたいなやつとかをね、いろいろ売ってるんですよ。ストーン、よいしょ。今日汗かいたらめっちゃ髪がパヤパヤしてしまった。こういうやつ、こういうのがこうやって売ってるんよ。こういうのは、もしかしたらみんなが想像してるのと私が作りたいの違うかもしれない。そう、多分みんなが想像してるのは分かるよ。私もちょっと平成とかの感じをね、平成の頃に見たあのふさふさのキラキラのなんか分かるよ。こう、あのこうね、こういうさ、ここにつけるやつでしょ、ここの縁にね。こんばんは。また今度しよう、そういうのも。本当は今日ねパフェ作り配信をしようと思ったんですよ。日曜日にお休みって珍しいから今日しようと思ったんやけど、雨怖くてさ材料調達いけなかったから断念、断念です。あと日曜日休みなことないから、お母さんと福岡あたりで会ってご飯行こうみたいな言ってたけど、雨心配だからやめとこうってなったんよね。そしたら案の定広島と博多の間の新幹線止まってて危なかったね。よかった、判断は正しかったです。また今度。そう、この前帰ったんですけど、この前はね日曜日に帰ったんよ。でも日曜日がお母さんの友達、高校の頃からの友達が、小中高の友達がなんか家に遊びに来てるからって言って、私佐賀のおばあちゃん家にずっといて、日曜日ずっとで会えなくて、どこにも出かけられなかったから、また今度どっか行く。またみんなに長崎のおすすめ紹介するから待っててください、任せろ。そう、泊まってるみたい今日ね。心配よみんな、昨日とかイベントに来てくださった皆さん帰れたかな、帰れたかね。今日バスツアー大丈夫だったのかな、 STU のバスツアー今日あってたけど、今日は女子旅ですね。女子旅。そう、アーナとかサラちゃんとか楽しそう。岡山、でも岡山晴れとったらしいね。さすが晴れの国岡山。ツイッターでね流れてくるんですよ勝手に。おすすめにマイカーのバスツアー、絶対うるさいよ、超うるさいよ。そんなうっかりあんこさんお断りです。昨日の見ましたか、ちゃんと見た配信。マイカーで24時間配信したいですって昨日ねマイカー担当のマネージャーさんに言ったけど、やだって言われました。大変だからって言われた。嫌だそうです。だから時間をあのメンバーによって振り分けましょうって言ったら、ちょっとなんかいい感じだった。朝はノアピとユナナでって言っていろいろ提案してみたけど、そうマネージャーさんが一番大変だからね。
2期生の時も大変あったらしい2期生の時そのマネージャーさんはあの夜から朝にかけての担当だったらしくて大変だったと言っていました。マイカでも楽しいよ絶対。マイカの24時間配信は24時間じゃなくてもいい、深夜配信とか。マイカのもう盛り上がり配信をしたくて、ね、やばそうだけどバンされそうバンされるかもしんない。25時間、それやったら48時間、48。高崎彩子でやるの？高崎彩子で4人はもう負担が大きすぎるね。代わり番号が大変だ。やりたいよ、お願いしますよ。そう、深夜配信だけでやりたいよ。絶対に盛り上がるのに確かにあやぱん寝てそう。確かに。でも愛子夜型でしょ。安心だね、愛子にお任せ。どっかで聞いたことある、え、今なんかどっかで聞いたことあるフレーズでしたよね。一文字違いだったよねこんばんは。今聞いたことあるセリフでびっくりしちゃった。キマイパン、じゃあドラサンパン。うん、ちょっと日曜の昼感あったね、 TBS 感あったこんばんは。みんな今日何しとったの？今日はどういう一日やったの？パセは掃除、踊る、掃除、ダイソー、皿洗い感じです。某作業、生誕かな、なんだ、散歩、水回り掃除、 PR 舞台の応募はがき書いた、えらい。スイパラ、え、ほうじ茶だってめっちゃ飲んでくれてましたよね、びっくり、ありがとう。こんばんは。いや、寝てました。いいね、私も今日いっぱい寝るつもり、よろしく。家でゴロゴロ、配信でプロレス観戦、スーパーで買い物、え、最高の休日だ、めっちゃいい、理想です。そういうのラーメン食べてアイス食べて昼寝、最高、最高すぎる。それは仕事、買い物、釣り、あ、いいね、いいね。汗だくで仕事してました、お疲れ様。リッチミルクからの昼寝、わー、リッチ昼寝じゃん。 DMM 見てた、お、岡山ね、今日岡山だったもんね。くるくるが先輩してた、なんか不思議な感じがした、ね、お姉さんしてた。ほんとよ、スイパラ行く人お腹チャポチャポやろ。今日なんかメンバーもね結構行ってましたよね。いいなー、私も早く行きたいな。スイパ美味しかった？何食べたの？何食べた？パセの代わりにイカとエビのお寿司買いに行った。パセの代わりに行ってくれたの？ありがとう。ランチ5時間喋ってたよランチじゃないね、それはおやつに突入してるね。メンバー見かけた？
めっちゃいいやん。残念ながらパスは今日じゃなかったんですよ。惜しいね。美味しそうだったの、マイキューさんのラーメン。クロさんラブレターありがとう。目が乾燥しちゃう。ピョン。ピザ、ピザ美味しそうだった。ひなさんのツイート見た。あのクシュのさ、チーズまみれみたいなクシュがめっちゃ美味しそうだった。クシュっていうのはひなさんのうさぎちゃん。うらやましい。えい、えい、目が乾燥しちゃう。うるうる。ほうじ茶ラテはデザート。今浸透させてるから、こぼさないようにしてるから。バイトの先輩が減っていじってくれる人がいなくて困ってた。ド M？ 困ってたの。パセリの刺し方を教えてもらいたい。こうやって横から入れてプッシュ終わり。でも入れすぎたかも、全然浸透しない。ずっとうるうるしてる。川津寺さんありがとう。ともっちさんお断り。陣内さんアイスありがとう。うわー、こんばんは。やばい、ずっとうるうるしてる人じゃん。全然悲しくもないし、嬉しくもない、嬉しくもなくはないけど。あ、あかんべばし、こくっちゃおう。好きならば。風の審査、回復薬、目薬ありがとう。スイパラでほうじ茶ラテいただきました。全部飲めたの？飲み切れたの？ツイッターのサークル、そう、サークル消えるらしいのよ。なんかね、サークルができてから返信するのは得意じゃないけど、サークルならっていう人結構いたんですよ、実は。だけどサークルがいなくなるらしくて、お別れらしくてね、悲しい。みんなが返信してくれなくなっちゃう。ショック。みんな、そうだよ、ショックだよ。写真もね、今までのやつ見れなくなるんかな。サークル、あ、今弱い顔、いや、ちょっとまぼたきしようと思ったらこれしてるの忘れて、知らないもいたかもしれん。申し訳ない、急にごめんなさい、急にお披露目してしまった。うん、オープンでオープンで返事してくれんの。おやおや、待ってるね。サークル、そうだよね、使う前に亡くなる人もいるよね。本当よ、突然の別れ見逃した。また今度ね。ともっちさん青短冊ありがとう。そうだね、個人情報に気をつけて。なんかたまに車のナンバーとか映ってる人いるけど大丈夫か心配になるから気をつけてね。世の中にはいい人ばかりではないから。怖い怖い。
そう、フリート、フリートあったよね。フリートは2期生がツイッター始める前にもう終わってしまったのです。そうなのです。またしてみるね。いつでも待ってるよ。いつでも気が向いたら待ってるよ。スレッズ、スレッズね、 STU の公式のやつ見たんよね。パセリいました。見てくれたかな。私はまだダウンロードしてないから、あの URL を押して見るやつだけど、それでも保存はできたから。まだアプリ入れてないよって方も STU のあのあれからお知らせとかから飛んでピッと押したら見れますよ。パセいるんよ。あのね、宇品のとこで撮った MV の写真載ってます。多分初解禁なのかな、あれ結構ね、あれねもうちょっと誰々ちゃんこっちこっち何ミリ後ろとか結構こだわって撮ってたけど、どこでも公開されてなかったかもしれない、あの写真。だから見てください。全員写ってるやつ、本持ってるやつ。ぜひ見てみてください。そう、画像いっぱい載せるらしい。あとね、南さんかな、南さんか誰かがアップで写ってる写真の後ろの方にパセリいるやつがあった。パセリ、隠れパセリいました。見つけてくださいね。つけてね。そう、奥にいるでしょ。保存しといてください。そう、スマホ見てる。あれ休憩時間だからね。休憩中にスマホで多分写真のチェックとかかな、自撮りとかしてたから。見つけてきた。早いね、行動が。さすがですね、優秀ちゃんだ。今日のパセの夜ご飯はなんだっけ、スジコン、スジコンだっけ、ぼっかけ食べました。兵庫のお土産でもらったやつ食べた。美味しかった。オートミールの上に乗っけてネギを乗せて一味唐辛子かけて食べた。美味しかった。ビミビミ、幸せを感じたよ。目が、扇風機つけたら目が乾燥してダメ。ともっちさん、アイスありがとう。今日はね、汗かいたから昼配信の時と服の色が違いまして、ちょっと意識高めのパセリ色でお送りしております。あとね、昼配信の時に今日はちびまる子ちゃんとサザエさん見るの楽しみですって言ったのに、普通にね、あの忘れてて、コナンの録画を見てました。コナンの録画見てたんよね、昨日のやつを。したらあのネットニュースになるぐらいの謎回で、めちゃくちゃね不思議な回だったんですよ。見てほしい、みんなも。福ちゃん、回復薬ありがとう。オムライスの死体、めっちゃね意味わかんなくてね、なんか急にコナンが顔色変えて、そのオムライスの中にいたのってもしかして僕みたいなこと言うんですよ。どういうことだって、ホラーって。たまにあるじゃん、子供向けの番組とかでもさ、夏が近づいたらホラー
系のやるやつ、クレヨンしんちゃんとかはなかっぱとかあるじゃないですか。だからそれかなと思ったよ。でも違くて、そう、謎かいだった。あ、そうだったのか、トレンドだったのね、昨日の。そうか、ホラーかと思った。こんばんは。私怖いやつは極力見ないように頑張っているんですけど、この前東京のフェスの時にね、ホテルに着いてテレビつけた瞬間、世にも奇妙な物語がやってて、もう終わったと思った。もうそういうの見たらさ、お風呂入る時に考えちゃうじゃないですかね。ビアガーデン中です。パセリのね、見ましたよ。もうすでに見たよ。お寿司があったね。私こまめに見てるもん、ツイッター。そう、怖い、お化け怖い。出演依頼来たら、え、世にも奇妙、怖いよ。なんかさ、え、怖いよ、怖いですよ、あれちょっとホラーじゃん。ちょっとまあ優しいけど、現実味がないホラーって感じだけど、怖いよ。曲がもう怖いもん。本コアも絶対に無理。本コアダメ。 CM とかも無理、無理よ。私クレヨンしんちゃんのホラー界も無理だもん。無理なんだ。あとトレビアの泉も、あのトリビアの泉、トレビアの泉、あれもあの黒いサンタクロースの回を見てからもう怖くて怖くて、黒いサンタクロースが動物の死骸を置いて誘拐していくみたいな、悪い子を誘拐していく代わりにそういうものを置いていくみたいな。そう、怖かった、ね、それを信じてました私は。だから毎年クリスマス怖くて、黒いサンタが来ると思って、わかる。なんだかんだ見ちゃうとこあるよね。そうなんですよ、怖くても見ちゃったりするんだよね。はなかっぱも怖いよ。はなかっぱ見てほしい。めっちゃ怖いんですよ、はなかっぱのホラー界。はなかっぱの魂が抜けた、あの抜け殻のはなかっぱの絵で終わるの。アイコジが君、え、アイコジが歌ってる？え、聞きたい。アイコのスパークル聞きたいよ。今度生で歌ってもらおうかな。え、聞きたい。天才ちゃんじゃん、アイコ。アイコ。花子。それな、ブラックサンダーはいいのに、ブラックサンタは嫌だ。ブラックサンダーは大好き。ブラックサンダーを冷凍庫に入れるとアイスみたいで美味しいですよ。アイコにお任せ。アイコ、こんばんは。お疲れ様、一日。今日はね、前髪を作らなくていいからね、楽ちんでした。いいな。え、2番も歌ってんの？もう iPad 電源入れてないよ。聞きたい。でも今つけても間に合わない。アンコール、アンコール、聞きたい。
でもパンちゃんにも歌ってほしい。私パンちゃんの歌声大好き。パンコちゃん、君はスパークル歌ってくれんかな。推しメンが歌うスパークルはやばいな。大木さんも歌ってほしいな。いいね、最高だ。最高の日曜日になったよ愛子。ありがとう、聞いてないけどありがとう愛子。大好き、超重々ソングだ。沖さんのそれでも好きだよね。わかる。私の友達もね TDC 来てくれてて、普通にチケット当てて来てくれて、あの沖さんの歌がめっちゃ良かったって言ってました。わかるよ、声質に合ってるし可愛いし天才だし。早くうちは作りたいな。オオカミとプライド可愛いよね。オオカミとプライドの大きさ、ショートパンツが似合っていてとっても可愛いです。アイコ終わった。あん、聞きたかったスパークル。あ、パンちゃんのメッセージカードあるのか、やばい書かなきゃ。パンとソラハタン書かなきゃ。書きに行くぞ。広島さ、タワレコがあるから嬉しい。長崎にいた頃はそういうメッセージカードとか身近になかったから、それでね、あの HKT さんとかのやつもさあるのかなと思って、福岡のタワレコ、パルコの中にあるじゃないですか、タワレコか何か、そこに行ったことがあるんよ、あるのかなって。そしたらね、あの夜に行っちゃったから、登ってきたところがどんどん閉まってって迷路になるんですよ。シャッターが閉まるから通れる道と通れない道ができてくるんですよ、福岡のとこ。バスセンターが中にあるから、そう天神の。それで迷子になったことが 2,3 回あります。あそこ難しい、夜のパルコ難しい。ソラリアステージとソラリアプラザがあるんですよ。今はもう分かるけど、当時は高校生とかだったから何が何だか分かんなくて迷子になってました。よく難しいよ天神はね。地下街もあって難しいんですよ。地下街も同じような見た目なの、どこも。でこっちから出たら天神コア、こっちから出たらパルコとソラリアステージとソラリアプラザみたいなのがあって、もう分からん分からんって超難しい。あ、うん、あった、グッズ置いてる書店あった。あそこはありがたかった。あそこはね、長浜ねるさんのポスターとかもあったし、九州のアイドルに優しい書店でしたね。最高でした。そう難しいの、あそこ。地下鉄乗り場もあるんですよ、地下街のとこに。だからもううわーって。推しメンのあの駒田さんのね、あ、駒田さんの写真今日収納しちゃった。駒田さんの卒業公演に行った後に、あの福岡に当時あのアクスタちゃんが福岡住んでていたんよね。だから次の日遊ぶために泊めてもらったんよ。したらね、天神から地下鉄に乗ってきてって言われて、でも私福岡住みじゃないから地下鉄とか一人で乗ったことないし分かんなくて、めっちゃね半泣きでね地下街降りて、もうどこか分かんなくて看板見ながら頑張って乗って、でさホームも全然人いなくてさ、夜もう公演終わり遅いから怖かった、恐怖だったね。福岡も難しい、東京も大阪も難しい、もう全部難しい。
すごいなと思う、毎日乗ってる人。この前渋谷駅で降りたけどさ、全然分かんなかったもん、出口がどこだどこだ。だからハチ公前って書いてる方に進んだら出口があった。ハチ公に行けば間違いないね。すごいね、みんな都会の人々は、ね。渋谷駅、半蔵門線。迷路、そう迷路だったんよ。そうソラリアは西鉄ホールがあるとこよく行ってました。梅田難しいってよく聞くからちょっとビビってます。絶対に無理、私はすぐ迷子になるから気をつけてください皆さん。ね、しょっちゅうね迷子になるよ。 Google マップ開いて歩いてても迷子になる。逆方向に行っちゃうんですよ。 Google マップのさ、こういうなんかピャーンみたいなのあるじゃん、丸にピャーンみたいなの出てくるけど、毎回このピャーの方が前なのか、このこっち丸が進む方なのか分かんなくなっちゃって、でしばらく歩いて、あ違うわって引き返したりするんよね。わかる？え、わかるでしょ？え、あれどっちに行ったらいいんですか？あのピャー、わかるでしょ？あのピャー光ってるじゃん、なんかそれがわかんなくていつも迷子になるんですよ。あ、ピャーの方に行くの？あれそうだったの？わかる？分かってくれるの？そう、二択なので、二択毎回失敗するんよね私。うん、土地勘がないと厳しいか。あ、懐中電灯、そういうことか。ピュアに行くのか、分かった。私はあのね、なんでピュアじゃなくて丸に行くかっていうと、なんかさ、アンパンマン的な考え方なんですよ。アンパンマンってさ、マントがこう出てるじゃん。そんなこと、そういうことです。走る時もさ、あのイラスト描く時に後ろになんか煙描くじゃん、なんかモコモコみたいな、そういうイメージかと思ったんですよ。ピャー、こうスピード出してるんかと思ったの、ピャーでふわーみたいな。違ったのか。あ、そう、ロケットみたいな、そうそうなんですよ。あ、そう、噴射してると思ったの。でも違うらしい。そっか、私地上歩いてるからか。じゃあいつかアンパンマンになったらそっちで見るね。でも地球はさ丸いから、いつかたどり着くよきっと。反対方向に行っても、反対方向に行ったらもうピューンって回ってまた来るよ。ピャーを今 Google マップで見てようやく理解した。え、わかるでしょピャー、言いたいことわかるでしょ。そう、流れ星のほうき、そういうことです。どうして分かってくれるの？嬉しい、気持ちを汲んでくれたの。嬉しい。わー、カーナビ使ってなかったですね。カーナビついてたけど職場に行くだけだったから別に道案内やらなかった。私車買ってからまださ数回しか乗ったことないんですよ。4年前に車買って、まだ5回は嘘だね、片手で数えられる程度です。通勤用に買って、バスが本数が少ないから毎朝何時間も前に出なきゃいけなくて、で買ったんやけど、その自分が買った車種が人気すぎるのか納車されるのが遅くて、そうで STA の合格決まるか決まらんかぐらいで来たんですよ。だから全然運転してない。そのまま妹にあげちゃった。
そうだよ。ローン地獄、ローン地獄。大変。ナビついてる、もちろん。あれもついてるよ、車載カメラ。車見てた。家の前に車が止まってるの見て、カシャカシャって写真撮ったんよ、ソラハさんに見せようと思って。でもなんかその自分の車なのに近所の人から見たら私のこと絶対知らないじゃないですか、近所の人。いつも見ない顔が勝手にあの家の車撮ってる人みたいな、なんか怪しいと思われるやろうなと思って急に怖くなって 2,3 枚で気づいて、それに慌てて家に入りました。怖くなっちゃった。こんばんは。カシャカシャ。それも運命？泥棒扱い運命？怪しいでしょ？そうなんよ。またいつか乗ります。え、車のハンドルふわふわとかつけてないと思う。そんなね、なんか自分の好きなようにカスタマイズする前にもうさようなら。ナンバーも全然こだわってない、もう来たままのナンバー、お任せナンバー。パセリあのねしてくれたの？何かな、宣戦布告かな、なんだなんだろうな。見ちゃおう。パセリの目生やしてんの？それバトル始まる。車、特に何もこだわりはない。シンプルがいいと思う私は。車中泊旅行、楽しそう。一人は寂しいけど。パセリあのね最近知りました。お、じゃあこれから待ってます。飯テロ待ってます。こんばんは。車中泊、車中泊よくしてたよ私小学校の時に。お父さんが福岡に住んでたから、お母さんがいつも運転して長崎から福岡まで行って、で日曜日の夜とかに帰ってくるわけですよ長崎に。で夜遅くに着くからお母さんが布団を積んでて、車に布団を敷いて寝てた。高速のさサービスエリアとかで睡眠とってた。そうだよね、狭いと窮屈よね。私もね小学校の時までは後部座席に寝転がって寝てたんですよ、おばあちゃん家の帰りとか。でもさ身長が伸びるにつれて、あ最近なんか足が収まらんなって気づき始めて、どんどんできなくなってった。悲しかったその時は。あんなにさジャストサイズだったのにどん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 伸びちゃって。バスツアーねしたいね。マイカー、マイカー大丈夫？修羅場だけど大丈夫？こんばんは。推しメン2人いたらどうすんの？どっちの推しメンとして参加してくれんの？どうすんの？2人以上マイカーに推しメンいる人はどうしたらいいの？なんかドラさんの時はあのメンバーごとのなんかあったらしい、誰々推しみたいなやつがあったらしい。推し名を聞かれました。わあ。でも今日は即答や、即答できるメンバーだ今日。 PR 舞台推し名3人いるんですが、そりゃ困ったね。 PR 舞台のバスツアーってもう大変じゃん。体3分割にしちゃう？
3分割ならこうじゃなくてこうこうかな、首、上半身、下半身かな。大変。分身の術身につけてきてくださいね。修羅場は勘弁。分身してきてね。お好み焼きありましたよ、修羅場。修羅場うん、あったあったね、あったよね、修羅場。暇ずそうだったよね。なんなら水族館の時も修羅場だったし、ボウリングだって修羅場よ。ボウリングなんて大修羅場ですよ。え、そごうの中のサンリオショップ閉店したの？知らなかった。え、閉店したの？あそこ嘘。悲しい。シルバニアファミリーも、そうなの。もう大修羅だよ。他のメンバーのレーンに知ってる顔がたくさんいたの。大修羅場。あ、昨日も大修羅場。大変。ポキパセオシはもうね、どこに行っても大修羅場よね。 PR 舞台行ってもマイカ行っても花だれ行ってもずっとお見送り隣同士だから、もう終わってるんよ。もう腹をくくって覚悟を決めて参加してください。タン推し、昨日のメンバーではタン推し、昨日の三人では楽しい。シュラバ、双子の兄です。双子の兄そっくりすぎやん。シュラバニア、シュラバニアファミリー、明かりが灯る大きなお家。なんか明かりが灯ってんのちょっと怖いね。夜まで喧嘩続いてるもん。確かにそうだね。奥田結菜ちゃんいたら本当じゃん。沖、奥田、尾崎、大修羅場じゃないですか。3人推しの人大変。誰かな。パーティーシャツのことを沖さんが解説してたね。なんか解説してるなと思いました。昨日ありがとう、こちらこそありがとう。パセリ優先してくれてるよね、いつも。嬉しくもあり申し訳なさもあり優越感嬉しい、嬉しいです。奥田、尾崎、大変だ。なんか STU ってさ、あゆえおの人が多いからさ、すごいよね。私尾崎なのに全然先頭にならないもん。2期生はパセリ一押し。2期生はだそうです、皆さん。2期生だって。でもすごい、2期生あんなに推しメンいる中で。ほんと？そう、イが多いんですよ。で、アがいなかったの今まで。でも入ってきたんよ。アライリア中。ア行が入ってきた。一人。ねえ。今村、石田、岩田、一期生がいい多いんだよね。修羅場、
修羅場修羅場修羅場ニアファミリー。なんか沖さんがソルハとパセリに歌ってほしい曲があるって言ってきて、歌詞見たらなんかしっくりきたんですよね。おもろ歌ってほしい曲があるのおもろと思った。この前楽屋で急に言われてびっくりした。ゆり曲じゃないと思うけど、でも2人曲だった。そう、5回って曲。友達でやられるならそれいつもなんか歌ってほしいって言ってるよね。5回。なんかね、歌詞見たら A メロの歌詞が嫌われてると思ってたみたいな歌詞だったんですよ。え、これ思ってたと思って、私ずっと嫌われてると思ってたんですよ。そう、白間みるさんと矢倉風子さんの曲。ずっと嫌われてると思ってて、そう、去年の、いや今年の1月か2月ぐらいまでずっと嫌われてると思ってたんですよ、私ソルハさんに。そう、どんな歌詞かね、見せたいと思ったけど、待ってください、私今日早寝するのが目標なの。9時15分に終わるから9時15分に終わるけん、ちょっと誤解の歌詞だけ見させて。誤解早寝頑張るデーだから今日絶対無理だけど、待って、2番の A メロとか悲しいね、この曲悲しくなる歌詞。見てみてください、それぞれ。A メロ、私のことが嫌いなんだってなぜか、ん、そう、なぜか今まで思っていたわ。でも私だって好かれてないと今までずっと思ってた。2番はそっぽを向いているその背中越しに何回も話しかけようと思った。そんな視線をふと感じたのに頑なに振り向くこともなく。わあ。でもソラハさんはね、君はスパークルの2番がパちゃんって言うんですよ。君はスパークルの2番がパラシ。2番っていうか多分大サビかな。え、落ちサビ？これ。きっとこの色だとか作り上げてる。だから。落ちサビだ、落ちサビ。君はスパークルなんだ、僕を苦しめる。落ちサビ、大サビって感じ。パラシ。です。みんなもそうだったらいいな。こんばんは。じゃあそろそろ終わります。今日いっぱい喋ってしまった。ね。昼も夜も喋ってしまった。電源落としとこう。
お疲れ様。みんなもお疲れ様。今日はバス早く終わるからみんなも早く寝るんだよ。よし、本当だ、15分だ。珍しい、ちゃんと時間通り。ありがとうございました。また明日も配信しますので、よかったらまた見に来てください。ツイッターはいつでもかまってちゃんだから、いつでも送ってください。この後見ますね。じゃあ13位から。13位福ちゃん、12位ジュノラゴさん、11位ジンライさん、10位ともっちさん、9位おみかんさん、8位わうわうさん、7位ゆうたくん、6位あっちゃさん、5位かずのしんさん、4位いっちゃん、3位おずさん、2位くろさん、1位100回公演おめでとうさん、ありがとうございます。ありがとう。今日は終始目が乾燥していました。みんなも気をつけて、ドライアイ、いっぱい目薬さしてね。さしたら、はい、おやすみなさい。バイバーイ。